不惑のスクラムは安藤祐介による長編小説。2016年3月30日に角川書店より刊行された。40歳以上の選手によるシニアラグビーを題材に、社会の中でそれぞれ問題を抱えながらも週末にラガーマンとして集う年代も多様な大人たちが仲間と心を通わせつつ、自らの人生を見つめ直していく姿を描く。 2018年8月24日に角川文庫より文庫化された。ラグビーワールドカップ2019の日本開催を翌年に控えた2018年9月に NHK 大阪放送局の制作により NHK 総合テレビの土曜ドラマ枠にてテレビドラマ化された。ラグビーワールドカップ2015に先立つ2014年1月、前作。 手のひら幕府株式会社の執筆に向けて、ベンチャー企業の社長を取材していた著者は、本作にも登場する、入信橋ビル内の蕎麦店へと誘われて、仕事の話は差し置いて、それより、ラグビーの話は書かないの。今度練習来いよ、と、シニアラグビーへの勧誘を受ける。以来、約2年間にわたり、ラグビー経験もなくもとより、休には、超苦手と語る著者は、 鬼ごっこの味噌、カスのような形で練習に参加し、試合後の飲み会に参加する中で、体力も経験も異なるメンバーが、ラグビーが好きという一点のみで集うシンプルさ、休日に別の顔を持つという面白さに惹かれ、来る者は拒まずという懐の深さから、ここにもし過去に罪を犯した人間がいたら、と本作の着想に至る。ラグビーワールドカップ2015を経て、現実に即して、 作中の物語や描写に手を加えつつ、本作を完成させた。2016年3月の観光後間もなくより多くの書店員から共感した、泣きながら読んだなどと指示を得て、同年5月の重版出退時には、ラグビー日本代表選手の大野一氏も賛事を寄せている。6年前、通勤電車の中で痴漢と疑われ犯人扱いした男性客を蹴ってしまった。 丸川良平は相手が打ちどころ悪く死亡したことで障害致死罪により懲役6年の刑を受ける。妻へ離婚を申し出て当時2歳だった娘とも別れる。出所後の日雇いで食いつなぎインターネットカフェで寝る日々に疲弊し死に場所を求めて江戸川の河川実機にたどり着いた丸川の目前に近くで練習していた中年男たちのラグビーチームのボールが転がってくる。 高校時代に、フルバックとして活躍した丸川が蹴り返したボールは、綺麗な子を描き、立ち去ろうとした丸山は、一緒にラグビーやりませんかと、ローラガーマンの歌たずさだに呼び止められ、歌たずが23年前に創設した40歳以上の、シニアラグビーチーム、大江戸ヤンチャーズに加わることとなる。丸川がラグビーをやめ、家族と別れ、命を絶とうとするまでに至る秘密が次第に明かされる。 一方で、チームメイトたちがそれぞれ社会の中で抱える事情が、次々に浮き彫りとなり、丸川の変化とともに、チームメイトたちの人生にも新たな変化が訪れる。NHK 大阪放送局の制作により、NHK 総合の土曜ドラマは国手て2018年9月1日から10月13日まで放送された。全7回。10代の頃に、ラグビーのプレー経験がある。 高橋克典が主演を務めた。不惑のスクラブスペシャルが NHK 総合にて2019年9月16日の13時51分から放送。原作から舞台は大阪に移され、チーム名も大阪ヨドヤンチャーズである。主要人物その他、ありがとうございます。